皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。露出度の高いコスチュームを着て思春期の昭和少年たちの熱い視線を集めていたレースクイーンも、最近は廃止するレース運営者が増えてきているようだな。最近は、現代の社会規範にそぐわない、性差別を助長しているなどの観点から廃止する諸外国が多く、日本でも廃止したり名称を変更するなど世間の批判をかわそうという姿勢が鮮明になってきているわね。バブル前後の頃は深く切れ込んだハイレグをアップで摂写するカメラ小僧がたくさんいて、投稿系の写真雑誌に掲載されたレースクイーンの写真を見て鼻ジブーしていた昭和少年がたくさんいたんだぜ。芸能界の中にはレースクイーンから見事な転身を遂げて成功した人もたくさんいるよな。よし、じゃあ今回は、バブル前後にレースクイーンとして活動していた懐かしい芸能人についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。飯島なお子さんは1968年生まれ。1988年に深夜の人気番組、11PM のカバーガールとして芸能界デビュー。翌1989年にはオートバイの全日本ロードレース選手権に参戦していたシック、ジャパンのレースクイーンに三瀬まみこさんとペアで起用され、レースクイーンとして活動していたのよね。飯島なお子さんはコカ、コーラ、ジョージアの CM でブレイクして、癒し系女優として注目を集めるようになってからは、すっかりお肌の露出が減っちゃったけど、若い頃はレースクイーンやキャンギャルとして有名だったんだぜ。金棒水着キャンペーンガールをはじめ、キリンビールや宇部興産のキャンペーンガールも務めていた飯島なお子さんは、1991年にはキグナス F3000 チームのレースクイーンにも選ばれたんだよね。当時は深い切れ込みのハイレグコスチュームを着てレースクイーンとして頑張っていたんだな。うっぷ、飯島なお子さんがシックのカミソリを使って無駄毛の処理をしていたのかと思うと、なんだかにやけてきちゃうんだぜ。変な想像をするんじゃないわよ。杉本彩さんは飯島なお子さんと同じ1968年生まれ、16歳の時にスカウトされてモデルとして活動を開始、1987年にはトーレキャンペーンガールに選ばれ芸能界デビュー。大胆なハイレグ水着を着こなして話題になったのよね。当時流行したエアロビの影響もあってか、大胆なスーパーハイレグが流行っていたよな。若い頃の杉本彩さんはスタイル抜群で、ハイレグで長い足が余計に美しく見えるんだぜ。そんな杉本彩さんも飯島直子さんと同じシックなどでレースクイーンを務めていた時期があったわね。その後は数多くの学園祭に登場してセクシーな持ち歌を披露し、学祭の女王なんて呼ばれたりしていたわね。セクシー系タレントとして活躍していた杉本彩さんが団子26の原作映画、花と蛇で大胆な演技を披露した時はすごい衝撃だったよな。そんな彼女も最近ではすっかり動物愛護活動家として有名になっちゃったんだぜ。江角真紀子さんは1966年生まれ。高校在学中からバレーボール部で活躍し、卒業後は日本タバコ産業女子バレーボールチームに入団。江角真紀子さんが社会人バレーで活動していた選手だったとは知らなかったんだぜ。モデル活動のほか、テレビ CM にも多数出演。若い頃にはレースクイーンとしても活動していたんだよ。女優としてブレイクするのはアラサーになってからのことだったんだな。そうだね。映画、幻の光で女優デビューしたのは彼女が28歳の1995年。主演を務めたフジテレビのドラマ、ショムニが大ヒットしたのは1998年のことだったわね。江角真紀子さんはドラマにバラエティにあんなに大活躍だったのに、2000年代に入ってからは国民年金未納問題や長嶋一茂宅の落書き問題などスキャンダル続きで、まさか芸能界を早々と引退するとは夢にも思わなかったんだぜ。坂井泉さんは1967年生まれ、音楽ユニット、ザードのボーカルとして大ブレイクを果たす前はモデルやレースクイーンとして活動していたことで知られているね。アイドル化おまけのビジュアルなのに歌番組などのメディアに登場することがほとんどなかったよな。そうだね。坂井泉さんは短大卒業後、不動産会社で2年の OL 生活を経て、本名の鎌地幸子名義でモデル活動をスタート。当時は日本エアシステムのキャンペーンガールとして活動するほか、カラオケビデオなどにも出演しているね。そんな下積み時代があったんだな。レースクイーンもこの頃やっていたわけだな。1990年に日清カップヌードルレーシングチームのレースクイーンに選ばれ、レースクイーンとして一世を風靡した岡本夏樹さんはこの時の同期だそうだよ。
坂井泉さんがこんなハイレグレオタードを着て笑顔を振りまいていた時期があったとは意外なんだぜ。この頃には雑誌グラビアなどでも活躍し、セミヌード写真集も出版しているね。ザードのボーカルとしてデビューしたのは翌1991年。6作目のシングル、負けないでがミリオンセラーを記録して大ブレイクしたのは1993年のことだったわね。松田聖子さんと同じかまちという本名だから、当時は親戚じゃないかとまことしやかに噂されたもんだぜ。念願かなって歌手として大成功を収めたのに、若くしてお亡くなりになるとは夢にも思わなかったんだぜ。2000年代に入り次々と婦人系の疾患を患った坂井泉さんは長い闘病生活を経て、2007年に入院先の病院で転落してお亡くなりになられたのよね。ザードの歌は今でも人気があるんだぜ。高島礼子さんは今回紹介する中では一番年上の1964年生まれ。あまり知られていないけど彼女もレースクイーンの経験があるんだよ。高島礼子さんといえば時代劇や獄妻シリーズなど女優さんのイメージが強いだけに、レースクイーンのコスチュームを着ている姿が想像できないんだぜ。もともと自動車が好きだった高島さんは、高校卒業後に自動車関連会社で3年間 OL として働きながらアマチュアレーサーとしても活動していたんだよね。そんな意外な一面があったとは驚きなんだぜ。1987年にレースの活動費を捻出するために会社を辞めてレースクイーンとして活動を開始。キャンペーンガールとしても活動していた彼女はキャンギャル仲間からモデル事務所を紹介してもらって、その後モデル業を始めるようになるのよね。レーサーが活動費を稼ぐためにレースクイーンになるなんて、あまり聞いたことがないケースなんだぜ。1988年に出演したトラバーユの CM を見た松平健さんが、暴れん坊将軍のオーディションを受けてみないかと紹介してくれたことをきっかけに25歳で本格的に女優デビュー。1999年からは、極道の妻たちシリーズで主演するなど、女優として大ブレイクを果たしたのよね。そういえば、暴れん坊将軍でもセクシーな忍者役を演じていたよな。高知のボルさんと結婚した時も驚いたけど、夫の薬物と不倫が同時に発覚するなんて男運がないにも程があるんだぜ。室井ゆずきさんは1970年生まれ。作家やタレントとして知られている彼女も、若い頃にレースクイーンを経験しているんだよ。高島礼子さんがレースクイーンというのも意外だったけど、室井ゆずきさんはもっと意外なんだぜ。室井ゆずきさんは1997年に小説新潮のコンテストに入選したことがきっかけで作家活動を始めるようになるんだけど、若い頃はミスとちぎや渋谷区のミス公園通りに選ばれたこともあって、レースクイーンや雑誌モデルのほか、銀座のクラブのホステスなど、様々な職業を経験しているんだよ。情報番組のコメンテーターとして活躍した室井ゆずきさんが、こんなに深く切れ込んだハイレグコスチュームを着てレースクイーンをしていたとは驚きなんだぜ。昼帯など情報番組のコメンテーターとしてメディアに露出する機会が増えたのは40代になってからのことだよ。私生活では1999年に最初の結婚をし、その後、出産、離婚を経て、2020年に元新潟県知事の米山隆一氏と再婚。レースクイーンをしていた室井ゆずきさんが、数十年後に歯に衣着せぬコメントで活躍するコメンテーターになるとは本人も想像しなかっただろうな。三井ゆりさんは杉本彩さんや飯島直子さんと同じ1968年生まれ、テレビに出演する機会が増えたのは20代半ばになってからのことで、それまでの下積み時代にはレースクイーンをしていたこともあったんだよ。三井ゆりさんは野口五郎さんの奥さんだよな。結婚してからはメディアに登場する機会がすっかり減っちゃったんだぜ。高校卒業後に、週刊プレイボーイのイメージガールとしてデビューした三井ゆりさんは、ラジコンメーカー、行商のイメージガールやレースクイーンとして活動していたのよね。三井ゆりさんは F1 関連の番組にも出演していたよな。そうだね。三井ゆりさんも高島礼子さんと同じく大の車好きとして知られ、自動車の国内 A 級ライセンスを持っていたことから F1 関連の番組に出演していた時期もあったわね。バブル景気に沸いていた頃は空前の F1 ブームで、F1 グランプリに代表される F1 絡みの地上波番組も多かった時期なんだぜ。下積み期間を経てテレビ出演する機会が増えたのは、サッカー情報番組、スーパーサッカーでアシスタントを務めるようになった1994年以降のことだね。スーパーサッカーといえば若い人には加藤浩二さんがメイン MC をしているイメージが強いけど、三井ゆりさんがアシスタントをしている頃は生島ひろしさんがメイン MC を務めていたよな。そうだね。
三井ゆりさんは2000年に、モノマネ王座決定戦で知り合った歌手の野口五郎さんと翌2001年に結婚。主婦業や子育てに専念するために芸能活動からはすっかり遠ざかっちゃったわね。お嫁さんにしたいタレントナンバーワンに選ばれたこともあった三井ゆりさんだけど、顔が売れてからは年齢を4歳もサバ読みしていることがバレてバッシングされたこともあったよな。そんなこともあったわね。二人の子だからにも恵まれ、最近は時々メディアに顔を出す機会もあるようだわね。今回はレースクイーンをしていたことのある芸能人を7人紹介したけど、かなり意外性のあるタレントさんもいて驚いたんだぜ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。